アルミ缶っていう表現がとても面白くて、ユはい。ニークだなと感じたんですけれども、はい。先生はどうしてこういうような表現をされたのかなと思って質問したいです。アルミ缶って皆さん潰したことありますか？潰したことあります。で、はい。例えば足で潰すにしろ、手で潰すにしろ、ぐちゃって潰すよりも、ねじりながら潰した方が綺麗に潰れるのって、経験あります？で、ぐちゃって潰したり、あと変なよじり方すると、アルミ缶って簡単に裂けるじゃないですか。で、指切ったこととかないですか？ありみまたすいな。ね。で、今日やるねじりのポーズも、ブサイクにねじると、どこかを痛める危険性が非常に高くなるんですよね。なるほど。で、なんか、いつも自分がイメージするのは、生活の中でこう、イメージしやすいような経験的なものでイメージしやすいようなことを体に例えるとどうかなっていうのを結構こう意識するようにしています。なるほど。で、そうすることによって、皆さんそれぞれが理解しやすい説明をすると、皆様それぞれにイメージすることが違うからこそ、皆様それぞれの、ポーズの、どこがわかるかな、ちょっと待ってね。皆様それぞれのこのポーズの形が違って当たり前に変わってくるかなと思って。で、それって、じゃあこのポーズをどういうふうにこう表現、したらいいかっていう、その人なりの個性が出たりとかもするし、で、私はその時にアルミ缶がこう一番しっくりくるなと思って。で、ペットボトルとかだと、ちょっとやっぱりなんか怪我もしないし、どう潰そうと別にそんなに気にならないじゃないですか。でもアルミそう缶でだすね。と、バランスよく潰さないと変な風に尖ったところが出て怪我をする。でもそれ自体が、例えばヘルニアになってみたりとか、その今日やるポーズで言うとヘルニアになってみたりとか、あとは肩を壊してしまったりとか、股関節を潰してしまったりとかっていうことになるので、なんかそんな風にこう、痛みを伴うものってなんだろうって、その時にアルミ缶がなんかイメージとしてしっくりくる。で、それがうまくいくと、本当になんかもう気持ちよくアートのように綺麗にパシャって潰れてくれるし、あと、そのポーズがちゃんとこう、うまくねじれると、本当にもう心と体をぶつけ合ったパフォーマンスとしての、一番ベストコンディションのところとかもすごくしっくり見えてきて、呼吸も深ま、う、ま、うまくはまって、そのまま集中とかゾーンの世界に入りやすい入り口かなと思うので、なので後半になんかそんな世界観をちょっと入れてみました。なのでアルミ缶を選びました。なるほど。ありがとう OK でございす。ます。わかりやすかったです。よかったです。なので、皆さんも、これを真似する必要は全然ないです。だから皆さんの中で、このポーズをもし取り入れようとするときに、あ、そんなイメージでやるんだっていうような風なイメージをしていただくと、このポーズをやってみたいなとか、あ、このポーズってそんなイメージの中なんだっていうことが提案ができて、このポーズまでいかなくても、その世界観とか面白さの共有はできるかなと思うので、ぜひ皆様なりのこのポーズの動作の説明指導ではなくて、このポーズの皆様の世界観が、ぜひこうなんか作っていただけると、もっと面白い運動提案ができるんじゃないかなと思うので、やってみてください。OK でしょうか？